学生の頃に感じた甘い恋心ってみんな覚えているだろうか。でも、それは若さゆえの感覚で、長続きするものでもないだろう。しかし、ごく稀にそんな小説のような、恋を実らせる人がいるのは事実だ。今回は、中学からの恋心を見事に実らせ、しかももうすぐ子供が生まれそうだという一致の思い出話を紹介する。成人式の同窓会で告白した。実家に帰省して中学時代の学ランを見つけて懐かしくなったから書いてく。あと長文になるから嫌いな人はスルーしてくれ。俺中学ん時すごい背が低くてさ、中3で148センチしかなかったのよ。それがコンプレックスで女子を前にすると、真っ赤になって話もろくにできない小女性だったんだ。顔も童顔で勇ましさのかけらもなかったから、女子からよくいじられては顔真っ赤にして固まってたんだ。そんな時いつも、みんなやりすぎだよ。ごめんね俺くん。って助け舟を出してくれてたのが嫁さんだった。嫁さんは明るくて頼りがいのある委員長タイプで、みんなの輪の中心にいるような子で、俺と真逆の性格の子だった。女子に免疫ないからイチコロで恋に落ちるんだけど、チキンどころかひよこにすら負ける性格の俺は、くどくどころか話すらできなかった。嫁さんに助けられるたびに、あ、とか、う、とか真っ赤な顔で、固まってまともにお礼すら言えなかった。当時の俺を殴り飛ばしたい。嫁さんの身長が俺より15センチも高かったのが、なおさらコンプレックスを刺激して、そんな対応しかできなかったんだよ。そんな俺だけど、進学先が違うため、会う機会がなくなるから、さすがにまずいと思い、中学の卒業式の後に。あ、あの。俺くんどうしたの？なになに？どうした？もうこの時点でパニック、顔真っ赤っかな俺。いろいろありがとうさよなら。告白するつもりだったけど、俺にはこれが精一杯だった。ダッシュでその場を逃げ出したんだけど。待って。って追いかけてきた嫁さんに捕まって。わざわざお礼言いに来てくれたんだ。恥ずかしがり屋の俺くんが勇気出してくれたんだね。ありがとう。あ、緊張でガッチガチになってまともに返事できなかった俺に嫁さんが。ああもう俺くんは可愛いなー。って頭なでなでされた俺、無言。びっくりして固まってる俺に嫁さんは。高校行っても頑張ってね。私も頑張るからね。って握手して去っていった。ほんと自分が情けなくてな。俺もっと頑張んなきゃ。でも烈に反省したよ。何か一つでも嫁さんに勝てるようにならなきゃダメだと思った。彼女に甘えてばかりで告白なんておこがましい。ってね。せめて身長だけでも追い抜かないと、男って認識されない。コンプレックスをなくさなければと考えたんだ。そこで同じ高校に進学する幼馴染の親友に相談して、ダメ出しされながらいろいろ頑張った。嫌いな牛乳を毎日飲み、中学では帰宅部だったが、バスケ部に入り体を鍛えた。成長期もあってか、身長は高校3年間で20センチ以上伸びたが、相変わらず女子の前では、顔真っ赤で喋るのも一言二言だった。子供の頃のコンプレックスって、なかなか消えないもんだな。他県の大学に進学しても、それは変わらずだったけど、関わる人が増えたことで、少しはマシになった。好きな子に思うように告白できなかった一致は、自分を変えようと心に決めて頑張っていたようだ。ひたすら頑張った一致に、どうやらチャンスが訪れる。そんな時に旧友から、成人式の日に中学の同窓会をやるんだけど帰ってくるか？と連絡が来たので、嫁さんの参加の有無を漢字に確認したら、参加するとのことだった。漢字の友人に、お前まだ好きだったの？と言われ誰にも言ってないのになんで俺の、儚い恋心がバレてたのか内心修羅場だったが、友人たちから見れば、俺はいつも目で嫁さんを追いかけては真っ赤になっててバレバレだったらしい。恥ずかしかったけど嫁さんに会いたい気持ちが強く、参加すると伝えた。女の子と話できるようになったか？手伝おうか？と感じら仲良かった数人から嬉しい助言があり、まだまともに会話できない、胸を説明しアシストを頼んだ。同窓会当日会場の居酒屋へ行くと、まだ男の友人たちばかりで女子は、振袖から普段着に着替えて参加するために、遅れてたらしくいなかった。そこで漢字が何を思ったか、その場にいる全員に、俺のことをバラして援護を求めやがった。正直、そこまで話が広がるとは思ってなかったし、ただ嫁さんに会いたいだけだったんだけど、温かい旧友たちの激励に恥ずかしがらずに、きちんと喋ろうと決意を新たにした。しばらくして女子たちが連れ立って、居酒屋に来たんだが、友人たちの巧みなアシストで嫁さんが俺のテーブルの向かい側に着席。俺くん久しぶり。
とあの頃と変わらない可愛い笑顔で話しかけてくれた。俺嬉しくって嬉しくってさ、顔真っ赤にしながら。嫁さん久しぶり。相変わらず綺麗だね。って言っちゃってた。嫁さんも周りの女子たちもびっくりして、一気に注目されちゃって。嘘でしょ。俺くんがちゃんと喋った。お世辞まで成長してるー。なんてからかわれ始めたんだが、そこで嫁さんがくしゃりと当時のように。もうみんなからかわないの。俺くんは昔から変わらないよ。って諌めてくれた。その声に俺は嬉しさと悲しさでいっぱいだった。あんなに頑張ったのに。身長も伸びたのに。やっぱり俺は変われなかったんだろうか。と、嫁さんは続けて言った。卒業式の日もちゃんとお礼言ってくれたんだよ。あの頃のまま変わってない。と、嫁さん覚えてくれてたんだよ。卒業式の俺の勇気。もうテンション爆上げ。まだ一滴も飲んでないのに、ゆでだこよりも真っ赤になっちゃって。お世辞じゃないよ。嫁さんは昔から綺麗だった、とか言っちゃう俺。それ聞いた嫁さん。え？って驚いて嫁さんまで、顔真っ赤になっちゃってうつむいて。嬉しい。って、俺にしか聞こえないぐらい小さな声でつぶやいた。周りの女子から囃し立てられ、うつむき真っ赤な俺と嫁さん。イッチが女の子と話す姿を見て驚く同級生だったが、いい雰囲気の二人を見て誰かが突然提案をした。そしたら周りが、俺くん告っちゃえ。おい女一冷やかすなよ。いいじゃんいいじゃん。二人とも困ってんじゃん。なんて騒然とした感じになってきたもんだから、いつも助けてくれた嫁さんが真っ赤になって、うつむいてる姿に、俺がなんとかしなきゃ、と勇気を振り絞って出た言葉が、結婚してください、だった。湧き上がる旧友たちの歓声に包まれた嫁さんを見たら、うつむいた顔から涙をポロポロこぼしながら泣いてた。やっちまったー。なんでここでプロポーズしてんだよ、れい。終わった。と思ったら嫁さんが、よろしくお願いします。って俺含めて男連中全員リアルで、ええー、状態に、女一に、よかったねー嫁ちゃん。って言われて嫁さん号泣。その間に聞いた女一女二の話によると、中学時代から嫁さんも、俺のことが好きだったらしい。俺が高校でバスケ部に入ったの聞いて試合も、一緒に見に来てたらしい。いつもあんたの話ばかりされてたよ。って言われたけど全然気づかなかったよ俺。漢字から、いい加減乾杯してもよろしいか。と言われ了承したら、なぜか乾杯の温度が低い成人ではなく、全員、俺、嫁ちゃんおめでとう。乾杯。でまた顔が真っ赤に。宴会の中で女子たちから中学時代に、俺をいじってたのは嫁さんと、俺を近づけるためだったことと、そんなことしか思いつかない。子供だった自分たちの非礼を丁寧に詫びられ、実は女子陣も今回の、同窓会で嫁さんの初恋を、実らせる援護射撃の準備をしていたことも聞いて、絶対に幸せにしないと許さないからね。とありがたい脅しもいただいた。思いがけない周りからの後押しでプロポーズしてしまった一致だが、なんと OK の返事をもらい大成功を収めた。同窓会で集まった会場は一気に結婚祝いへとなり盛り上がった。なんて羨ましい。友人たちも素敵でかっこいい。かっこいい父ちゃんになれよう。ありがとう。いい父ちゃんになれるように頑張ります。余談ですが、この同窓会を機に、同級生カップルができまくって、俺夫婦除く、4組が結婚し3組が婚約中です。さらに顔真っ赤にしてこい。集え妻に、愛してる、と言ってみるスレ44入社。そのスレいつも見てるけど、俺愛してるなんて言ったことない。多分恥ずかしさで失神する。生まれたら言ってこい。そうだな、頑張ってみるよ。将来、子供になれそめを聞かれて、二人とも顔真っ赤になる呪文をかけとく。出産前に夫婦が仲良くしてると赤ちゃんも安産で生まれてくれるそうな。頑張れ父ちゃん。君の真剣な思いを伝えるのに恥ずかしいことなんてものは何もない。嫁さんのために言う言葉じゃない。生まれてくる子供のために言う言葉じゃない。自分のために言ってこい。いずれどっかのスレで報告よろしく、楽しみにしてる。夫婦ともどもいい友達持ってるな。ということは、夫婦ともどもいいやつなんだろうな。スレ民からは、幸せそうな一致に無事子供が生まれるように祈る声が多く寄せられた。そうして、スレ民の不安と期待が入り混じる中、そろそろ一週間が経過しようとしていた。スレ地だけど助けてください。嫁さん実家に、嫁さんをお願いして、日曜の夜に俺だけ自宅へ帰ってきたんだけど、昼に破水したって連絡来たから、今新幹線で地元へ向かってます。初産なんだけど、20日ぐらい？予定日より早いんだけど大丈夫なんかな。あと1時間ぐらいで病院着く予定だけど、間に合うといいな。無事生まれたら愛してるって言ってくる。それくらいなら早いうちに入らんて。落ち着け。お前が不安でいると嫁さんも余計に不安になるから。
はったりでもいいんで余裕かましてどっしり構えとけ。立ち会うのかどうかはわからんが、男は無力だよ。ひたすら励まして、手を握ることしかできないから覚悟しとけ。初産だから遅れることが多いって聞いてたから不安になったんだよ。お母さんから連絡あって、もう分娩室に入ってるって。早くて不安になってるであろう嫁さんを、お前が助けるんだよ。安心させるんだよ。ありがとう頑張ります。駅着いた。タクシー並んでやがる、焦るな。もし間に合わなくても、その分嫁さんが苦しむ時間が少なくて済んだと思えばいい。どうだ？大丈夫か？母子ともに健康で無事に生まれるように、田舎の片隅で祈ってるぞ。嫁さん頑張れよ。新米パパ頑張れー。と言っても、ほんと何もできないけどな。もうすぐ出産と聞いて焦る一致に、スレミンは意外にも的確なアドバイスを送り、一致からの報告を待ち続け、日付が変わろうとしたその時だった。昨夜23時40分無事に生まれました。ご心配おかけしました。病院内携帯禁止だから、書き込み遅くなり、すみませんでした。すれち失礼しました。実家でちょっと寝てまた病院行ってきます。おめでとう。出産おめでとう。嫁さんしばらく大変だけど頑張れー。おめでとう。嫁グッジョブ。よかったね。頑張れ父ちゃん。おめでとう。頑張ってくれた嫁さんをねぎらって、ちゃんと気持ちを伝えろよ。皆さんすれちなのにお祝いの言葉、ありがとうございます。明日は外せない仕事があるため、病院を後にし、自宅に帰るため新幹線の中です。週末にまた嫁さんと子供の顔を見に、地元に帰りますがしばしのお別れをしてきました。昨夜出産後に嫁さんに初めて、愛してる、と言ってきましたので、書き溜めてあちらのスレに書いてきます。本当にありがとうございました。よくやった、グッジョブ。久々に覗いたらあまりに優しい世界だったから、一致に幸せの呪文をふんだんにかけてふて寝でもする。一致の子供が無事生まれた報告を聞き、スレミンも一安心したようだ。一致です。チキンどころかひよこよりハートが弱く、結婚前から、愛してる、と言ったことがなかった俺ですが、昨夜、嫁さんが我が子を産んでくれたので、勇気を振り絞って言ってきました。出産後、処置を終えて嫁さんが病室に戻ってきたんだけど、部屋には俺両親、義両親、義妹、言えない。こんなに人いたら言えないよ俺。ヘタレですみません。そこへ看護師さんに連れられて我が子登場。湧き上がる歓声、泣き出す俺、爆笑してる義妹、ギフト俺父から。嫁さん疲れてるし、深夜に騒ぐと他の妊婦さんたちの迷惑になるから、帰って祝杯あげよう。と提案されたんだけど、少しでも、長く子供と嫁さんの顔を見ていたかったので、病院の許しを得て、俺だけ病室に泊まらせてもらうことにした。帰り際の義父に、今週末は飲みつぶれるまで飲むぞ。と言われて苦笑いしたよ。ようやく親子三人になり、ベッドに横になってる。嫁さんの隣に座って、ガッチガチに緊張して顔真っ赤な俺。俺くんどうしたの？顔真っ赤だよ。うん。なんか緊張して。えへへ。生まれちゃったね。うん。かわいいね。どうしたの？嬉しくないの？いや。違うんだ。嬉しすぎて。言葉が出ない。そっか、名前何にしようか？なんて話をしながらタイミングを伺ってたんだけど、いかんせんヘタレでなかなか言い出せなかったんだ。そんな感じでもじもじしてたんだけど、ふと嫁さんの右手を見たら何かぶら下がってる。嫁さんが子供産んだ病院って患者さんに、腕輪みたいな感じの名札を左手につけられるんだけど、子供は足につけられてた。右手にも似たように何か腕輪みたいなの巻いてて、その腕輪に小さな袋がぶら下がってたんで気になったから。右手にぶら下がってるの何？って聞いたんだよ。これ、お守りだよ。って外して見せてくれた。縦横5センチくらいの小さな袋の中に、俺の中学時代の、学ランの第二ボタンが入ってた。これ。えへへ、ご利益あったねー。無事に出産できたよ。と笑う嫁さん見てたら、愛おしくてまた涙出てきてさ、覚悟決めたんだ。嫁さん。お疲れ様。俺たちの子供を産んでくれてありがとう。愛してる。って涙声で詰まりながらだけど、なんとか言えたんだ。嫁さんびっくりした顔したと思ったら泣き出してさ。初めて愛してるって言ってくれた。って俺それ聞いて申し訳なくてさ、やっぱり嫁さんも言って欲しかったんだなって。だけど俺の性格知ってるから、無理強いしなかっただけなんだなって。ごめん。ちゃんと言葉にできなくてごめん。ウェイン、ありがとう。って二人して声を抑えながら泣いちゃった。出産で疲れて寝た、嫁さんの顔を一晩中見ながら、家族が増えた責任を、ひしひしと感じました。
ヘタレで育児なしの俺だけど、言葉にして伝えることができ、嫁さんの喜んだ顔が見れてよかったです。これからは嫁さんと子供に、たくさんの愛を伝えていこうと思います。長文の上、多分で失礼しました。ありがとう。俺も勇気をもらったぞ。グッチョブ。第二ボタンが効いたね。グッチョブ。おお、素敵グッチョブ。グッチョブ。で、姫川かかどっち？たくさんのグッチョブ、ありがとうございます。2840g の男の子でした。ものすごく可愛かったです。結局立ち会ったのかい？アドバイスしたものだが無力だったろ？立ち会いはできませんでした。分娩室の前で椅子に座って、祈るだけの無力さに泣けましたよ。爆泣きであります。アンドスーパーグッチョブ。グッチョブ。大切にしろよ。子供も嫁さんも。近年嫌なことばかりが目立つ世の中で、これほど愛に溢れているスレがあっただろうか。この一致の家族には、これからも幸せが訪れるように祈るスレ民たちだった。